こんにちは。いつもありがとうございます。パーソナリティのアクセスという会社の代表をやっている多田翼です。この配信はコンセプトを10分で磨けるビジネスセンスとしています。今日は何の話なんですけれども、提案方法についてですね。ビジネスでの提案方法を広げます。きっかけは、最近私がクラウドソースを使っているんですけれども、クラウドソースで発注をして依頼をして学んだことになります。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日は相手に刺さる提案方法を考えたいと思っています。で、この話を思った、考えようと思ったきっかけが少し触れたんですが、クラウドソースでいくつか案件を発注して学んだことからなんです。で、これは最近の私のトピックなので簡単にご紹介をさせてください。最近ですね、動画作成と、ビジネス文書の英訳をクラウドソースを使って外注というか依頼するというのをやっていました。で、いくつか募集をかけたんですけれども、驚いたのが、募集に対して複数の方からすぐに応募があったことなんですね。動画作成も英訳も両方です。で、一つの案件に対してだいたい3日とか4日募集をかけていくと、20人前後が手を挙げて応募してきていただけました。で、応募の内容というのは人それぞれなんですね。内容というのは具体的にアピールとか提案ですね、実績も含めて、自分がこういうことができますというのを応募の中でメッセージとしてもらいます。で、この内容を見比べたときに、自分が発注者ですね、こう提案される側になって初めて、こういう提案だと選びやすいとか魅力に思うなというのが、なんとなく共通性が見えてきたので、それをこの場では掘り下げて整理をしたいと思っています。で、先にフレームをご紹介して、これは今日ぜひこの内容からこうテイクアウェイというか持ち帰っていただきたいフレームがあって、3つあるんですが、エトス、パトス、ロゴスです。もう一度言うと、エトス、パトス、ロゴスです。で、この3つ今から意味を言いますが、このフレームに分けてこう情報とか、今日のテーマである提案内容を整理するとうまくいくなと思いました。では、エトス、パトス、ロゴスとは何でしょうか。一言で言うと、エトスというのは信頼、パトスは共感、ロゴスは論理です。もう一度言うと、エトスというのは信頼性ですね。人間として、人として信頼ができるかどうかがエトスです。二つ目のパトス、これは共感ですね。共感が生まれるかどうか、共感を起こせるかどうかです。で、ロゴスというのはロジックとも語源が一緒だと私は理解しているんですが、論理です。筋が通っているかどうかですね。少し話がそれますが、マーケティングで言うと、リーズントゥービリーブという捉え方、概念があって、これは信じる理由というか、筋が通っていて納得感のあるもの。これが論理でロゴスです。以上のエトス、パトス、ロゴス、信頼、共感、論理。この3つが揃っていると、すごく提案として魅力になるな。逆に言うと、提案をする立場でも、この3つに沿って整理すると、うまく提案内容が作れるんじゃないかなと思いました。はい、では今のですね、フレーム、今日ぜひ持ち帰っていただきたいエトス、パトス、ロゴスがあったんですが、これを具体的に私の案件からなんですけれども、どういう側面でエトスがあったか、パトスがあったか、ロゴスがあったかというのを具体的な内容でご紹介します。はい、まずエトスなんですが、信頼ですよね。これはどういうところから、その応募、クラウドソースの応募で信頼が生まれてきたかなと自分の中を掘り下げていったときに、メッセージだけのやり取りでも相手の誠実さとか信頼できる方というのが、コミュニケーションだけでももちろん会ったこともないですし、クラウドソース上ではハンドルネームというか本名ではないんですよね。なんですけれども、メッセージだけのやり取りでもなんとなくこう合う合わない、信頼できそうだなという人がなんとなく肌感覚で分かってきます。もちろんそれだけではなくて、過去の実績を提示いただいたり、あるいは自分のプロフィール上で公開をされているので、そこを拝見したりというのもあります。あとはコミュニケーションができるかということへの、コミュニケーションへの信頼性もあります。募集内容でこういうことを提示してくださいといった内容に沿って、必要な情報が過不足なく、自分が知りたいことが書かれている。具体的には納期スケジュールとか金額、こういったり実績があって自分はできますと。言ったような、こうした情報からも信頼というのは培っていくことができるなと思いました。まず入り口として、相手にどれだけ自分が信頼できる人であるか、信頼できる提案をしているか、これが提案を、刺さる提案をするための一つ目、エトスの要素かなと思います。はい、二つ目、パトスですね。共感です。で、共感の要素で何があったかというと、一つあるのは相手が提示してくるストーリーですね。
ストーリーというのは何を言っているかというと、なぜ自分がこの案件に応募したかというその理由を書いていることなんです。で、ここにこう、なんていうんですかね、実績だと割とこう、まあ、硬いというものなんですけど、もう少しエモーショナルな感情面でぜひやらせてくださいといったところが、文章からでもにじみ出るようなところ、ここに共感が生まれるなとか、この人いいなと思える共感が出てくるんですね。あと、こうやっていて思ったことが、例えば動画作成を依頼したときに、その動画についても、こう一視聴者というか、ユーザー、見る視聴者側としての感想とか、フィードバックをつけていただけると、こちらとしては嬉しくなったので、ここも共感が生まれるきっかけになりました。はい。で、三つ目の要素がロゴスです。ロゴスとは論理でしたよね。で、論理というのは別の表現をすると、ここでは納得性なんですね。でさっき少しも触れた、なぜ自分が適切なのかというのを、例えば過去の案件実績から、過去こういうことをやっていたので任せていただけますといったような納得感があったり、あるいは金額とかスケジュールの根拠ですね。でもう一つ、その発注者側にとってのメリットがあること。具体的には動画作成で言うと、こうすれば、例えばそうですね、この動画は他にはない魅力、差別化ができますとか、動画内容がこういう人にはためになると思いますといった内容、または英訳で言うと納得のいくまで何度も修正を応じることができますといったことが触れられていると、この人を選ぶことに自分の中で納得感、腹落ちが起こるんですね。まあ、こういった提案に筋が通っていること、ここも最終的にこの人にぜひお願いしたいという選びたくなる理由が最終的に納得感までつなげられているからです。で、以上の3つですね、エトス、パトス、ロゴス、順番に続けていくと、まず信頼が、人としての信頼があって、次にその人に、あるいはこの提案に共感したくなる要素があるか、そして最終的に自分の中でこう選んだ理由が納得感のあるものまでつなげられているか、この信頼、共感、納得ですね。で、論理もあって、論理だけではなくて気持ちの部分もつながっているような提案、これがされると自分としては選びたくなったので、ということは自分が提案する側に立った時にも相手に刺さる提案というのは、まず相手の理解があってのことだとは思いますが、信頼をどうか、提案の中で獲得していくか、相手に共感してもらえるか、そして相手が選びやすくなる納得感があるか、納得性があるかですね。以上のエトス、パトス、ロゴスの3つで提案を整理していくと、うまくこう提案ができるのではないかなと思って紹介をさせていただきました。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信はコンセプトを10分で磨けるビジネスセンスで、これからも更新をしていきます。次回もよかったらぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。